熱い。はい、マスオリビーです。はい、皆さん日曜日いかがお過ごしでしょうか。今日暑い、もう暑くて暑くて、もう家でぐでーんって、もう暑いよー、暑いよって感じになっちゃいました。で、暑い中なんかね、涼しいものないかなと思っていろいろ探してきたら、なんか面白いものを見つけたんで買ってきました。それがこの2つ。こっちはね、ヒヤテコっていうらしくて、男子のひんやり冷感ステテコパンツ、まあ、ステテコですね、これこれこれで、もう一つがこっちのウォータークールタオル。なんか水に濡らすと冷たいタオルってね、いうものらしいんです。まあ水に濡らせばどんなね、タオルでも冷たくなるだろうと思っちゃうんですけど、本当にね、この2ついいのか、よかったら皆さんこの暑い夏こういうので乗り切れるかもしれないですからね。ということで、ちょっと開けていきます。じゃあまずウォータークールタオルからちょっと開けていきます。はい、開いた開いた開いた、開けて、おお、なんかね、もうすでに冷たい。大きさこのぐらい、68センチの21センチらしくて、確かにね、なんかもう冷たいです。このね、生地はね、なんかテロテロしてる感じ、なんかシルクみたいな、そういう触り心地ですけど、もっと水分を含んでそうな、そういう手触りなんですね。ちょっとキシキシするような、うん、そういう感じ。じゃーん、これ今ね、水に濡らしてみたんですけど、水をね、すっごいね、含むことができるっていうか、こう吸収する。で、こういう風にやっても普通のタオルみたいに水滴が落ちないですね。多分これでこう使って、あ、冷たい、あ、冷たい、本当に冷たい。いや、これ本当に冷たい。なんか居酒屋さんでこうもらうじゃないですか、タオルっていうか手拭き、あれみたいな感じで冷たいですね。これはナイスだ。これ実際に冷たいから、これ本当に夏に役立ちそうです。で、次この冷やてこ、本当にこれ冷たいのかどうか検証していきますんで、はい、はい、じゃあ開けていきます。おお、ちょっとね、派手なやつ買っちゃった。じゃーん、こんな感じ。結構最近ステテコパンツってちょっと流行ってるのかな、結構着てる人いますよね。うん、ちょっと水着みたいじゃない。はい、実際今着てみました。こんな感じでーす。長さもね、これ M サイズ買ったんですけど、こんな感じ。涼しい。スポーツやる時のこういう黒いスパッツみたいなのあるじゃないですか。なんか、ああいう感覚にちょっと似てますけど、そこまで締め付けない感じですね。伸びも結構するし、なんか涼しい感じ、涼しいのかな？あれ？涼しいのかな？あれ？涼しいのかな？これ涼しいか？これ驚くほど涼しいわけじゃないな。確かにね、肌触りがちょっとこういう感じでサラサラしててなんかいいのと、汗確かに吸い込みそう。あと風をこう、風をこう、風をこう、はい、ということでね、このウォータークール冷たい、こっちは冷たい、ウォータークールタオルと、今日はね、この冷やてこ、冷えるステテコパンツご紹介してみました。あんまりに暑いんでね、皆さん熱中症にならないようにちゃんと水分補給して夏迎えましょう。ちなみにね、今日メガネだったのはね、昨日飲みすぎて顔が腫れているからです。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。明日のラッキーさんは双子座のあなたです。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。